こう腰痛があって首の後ろが痛いという、出産後1年半そうです。1年半ぐらいですか1ね、年3ヶ月です。母の患者さんです。で、いろいろ考えたんですけど、とにかく正中線上の症状であるということは間違いなさそうで、尾骨の骨折も前にあったんですけど、それは圧痛点はありませんでした。それで考えられるのは縁切開、それで縁切開した、縫った部分がありますので、その部分のところに、ハペパッチ、これを貼っていただきました。それで、腰の前後屈と、首を動かしていただいたと。まず腰はどんな感じです？腰は軽くなった感じ、動かしやすく前後ろの痛みはどんな感じでした？前後ろの痛み、前は痛みはなかったんはいですはい。けど、まあ、さらにこう軽く動かせる感動かじしやすで、く。後ろはずしんとした重みがなくなった感じです。首はどんな感じです？首はまず可動範囲が痛みはちょっと残ってるんですけど、可動範囲が広がったのがまず一つと、あと背中のこう全体に広がってた痛みがなくなりました。こああ、うそうです筋肉か。がほぐれたっていうかっていうのがあって、中心ラインの痛みだけがちょこっと残ってる感じなんですけど、首の動きやすさが増えた感じです。わかりました。縁切開の部分にハペパッチを貼った症例です。よいしょ。